プリの数だけモンスターがいる。アプリモンスターズ、貴様の未来は検索済みだ。はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで、アプリモンスターズ、アプモン、皆さんご存知ですか？僕が結構やってますけども、こちらでございます。じゃーん、星8。これボリューム、バージョン 4.0 のチップな星8、一番いいレアなんですけども、それじゃない、今日はそれじゃない、すごいんです、マジですごいんです。今深夜の2時ぐらいに撮ってるんで、ちょっとテンションが低いんですけども、つい先日ですね、このようなメッセージが届きました。こちらドン。はい、ということで、アプモンの公式アカウント、ツイッターの公式アカウントから DM メッセージが送られてきまして、びっくりしました。俺なんかしたかなと思ったんですけども、違いましたね。この度 DCD データカードダスですね、データカードダス、アプリモンスターズデジモン20周年特別プレゼントキャンペーンにご参加いただきありがとうございました。厳正なる抽選の結果、グローブも3段 UR サイン入りカードを当選されましたということで、イエーイ、おめでとうございます。はい、ということで当たりました。すごいものが当たりましたね。で、それこちらなんですけども、内山由美さんかな、多分あの声優さん、ガッチモンの声優さんかな、確かの方と、あと新海春役の声優さんの方のサイン2名様がここのグローブモンのサイン入ってるわけですね。で、しかも13枚しか多分ないと思うので、この画面を見ると13名限定ということで、しかも全部違うサイン、直筆でございます。これは嬉しいですね、本当に。当たりました、まさかと思ってね。まあとりあえず応募しよっか、まあ見てくれた方いるとは思いますけども、データカードはその3段アグモンとかガブモンなどコラボしてます。今20周年だからね、デジモンがコラボしてて、カード出て、それ出るまでやってたらすげえこんな束になっちゃったんだよね。で、カード紹介したりとか動画作ったんだけども、やっぱりどうしてもね、アプモンのデータカード出すはちょっと自分には馴染めない、うん、ちょっとね、うん、なんかやっぱ、あとやっぱ全体のちょっとシェア的にもちょっと残念なお店が多い。3段なのに今1段のカードが入ってますって書いてあるお店が結構あるんですよ、東京でね、見ると。っていうことは、多分2段も入れてない、3段も入れてないっていうことなので、非常に悲しいですね。で、あとやっぱお店、カードショップとかのお店にも取り扱いがないっていう、ちょっと悲しいですよね。だからこそ僕も盛り上げたいところなんですけども、アプモン大好きなのでね、アプモンが大好きなのはもう間違いなく変わりないんですけども、そうなんですよね、ちょっとね、データカード出すはって感じなんですけどもね。4段が出るならもうちょっとこう、やっぱでも画素がね、ちょっとどうなんだろうな、うーん、難しいんだよな、あのゲーム性がね、子供にもちょっと分かりづらいと思うし。とりあえず、でも、当選したので、これ入力してね、応募しました。ですので、もうじき、わかんない、いつ届くかわかんないですけども、多分届くと思います。そしたらまたね、ちょっと自慢の動画になっちゃうと思うんですけども、動画作りたいと思いますので、また見てください。アプモン関連のね、動画はね、ほとんど上げてるつもりなので、再生リストなどから、どうぞご覧ください。ということで、今日は、当選したよっていう動画でした。それではまた明日。